ーティーの翌日、今大会のコンテストの入賞者の発表がありました。マニピュレーション部門の第2位に入賞したのは、日本の内田隆光さん。まだ学生ということなんですけれどもね、見事なカードさばきを披露してくれました。Thank you.